うちは子供が3人、そちらは1人。子供は地域で育てるものだよね。今日お出かけなんでしょ？うちの子も連れて行ってよ。いやもう現地にいるし、それにあまり親しくない人のお子さんはね、預からないようにしてるから無理だよ。でも子供は地域で育てるっていうのが常識でしょ？はい論破。それは助けてくれる側が言ってくれる言葉だよ。私たち助けてもらう側が言う言葉じゃないでしょ。おこがましい。でもうちの方が子供が多いんだから大変度が全然違うじゃん。そういうのちゃんと理解してる？バカ。それぞれ家庭によって収入も家庭環境も全然違うんだから。何より3人育てるって決めたのはゆかりさんでしょ。ああもうそういう話はどうでもいいんだよね。そんなことよりも大切なのは、私が今日お出かけしたいってこと。毎日子育て頑張って本当に疲れてるんだからさ、たまには息抜きしたいって気持ち、同じ母親なのにわからないの？水木さんって人の気持ち考えられない人なのかな。アホの考えることはよくわからないね。そもそもくれくればっかりうるさい人とは関わりたくないし、子供同士が仲良しだから連絡先は残しておくけど。はぁ？いやいや、ケチすぎて笑えないんだけど。てかさ、子供に贅沢させすぎじゃないの？贅沢？千秋ちゃん、新しい自転車に乗ってなかった？前に乗ってたのはどこにあったの？てかまだ乗れるのに新品買う？普通。処分に困ってるならもらってあげるよ。結構だよ。そんなこと言っちゃって、どこかに隠してるんじゃないの？ねえ、家に引き取りに行ってあげるってば。家にはないし、あったとしてもあげないよ。千秋も身長が伸びてきて、前のやつが少し合わなくなったの。だから違うママさんのところにあげたんだよ。合わないのは危ないし。はぁ？なんで私に一番に言わないの？てかそれ誰よ？誰にあげたの？そんなの本当にありえないんだから。ねえ、私が取り返してあげるから誰なのか言ってよ。無理無理。私があげたのはボス山さんだし。あのボスママか。あいつうるさいし嫌いなんだけど。ねえ、お願い取り返してよ。いい加減にしてくれない？しつこいんだけど。てか、自転車複数あるよね。確かお子さん全員分あるでしょ。でも千秋ちゃんの自転車結構可愛くなかった？リサイクルショップに持ち込めば案外高く売れると思うんだけど。リサイクルショップに売るためによこせってすごく失礼だよ。でもお金はお金。はい、論破。どこが論破してるの？あと、ゆかりさん無理やりクレクレしたり、お茶してるといきなり現れておごらせるし、簡単に借りパクするし、かなり評判悪くなってるよ。みんな心が狭いね。てかちょっとくらいおごってくれてもいいと思うんだけど。わずかなお金がなくなったくらいで家倒れるわけでもないし。それに私があれこれ言うとみんな論破されちゃってさ、もう立ち向かってこないのがウケるんだよね。頭悪い。本当にめんどくさい人だね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃまると毎日楽しく暮らしているよ。近所に住むゆかりさんは本当にずうずうしい人。あれくれこれくれ、おごってくれくれとまあうるさいんだ。こちら側が断るとあれこれ理由をまくしたて、はい論破とやる面倒な人なんだよね。私は基本的にあまり関わりがなかったんだけど、この自転車をきっかけにちょっと粘着されるようになっちゃったんだ。スーパーで買い物していたらついてくるし、みんなでお茶しようとしてたらついてくるし、娘と楽しみにしていた高級フルーツ食べ放題の日にまでついてきて、もう本当にげんなりだよ。まあそろそろ集まったしタイミングかな。水木さんってやっぱり生活に余裕あるんだね。羨ましい。てかこの店なんで入場制限あるの？結構並んでるし最悪。なんで水木さんと千秋ちゃんは先にスタスタ入っていくのよ。逆にこちらが聞きたいんだけど、なんでゆかりさんがいるの？しかも先にスタスタ入っていくってあなたには関係ないよね。親子二人で高級フルーツ食べ放題とか贅沢すぎるからおごられてあげる。ここ一人5000円もするんだから金持ちはおごるべき。反論は論破するよ。請求書いっぱい集まったよ。え？やだ、請求書って何の話よ。ゆかりさんの被害に遭った人たちみんなで集めてたの。まあ私は直接的な被害なかったけど、それでもしつこくてストレスだったし。は？意味わかんない。例えば山田さんはスーパーで買い物をしてたら、
会計の時入れた覚えのない商品が入ってたんだよね。で、サッカー台で商品詰めてたら、ゆかりさんが横からすっとそれ取って、覚えてないんだけど。ゆかりさんが勝手にカゴの中に入れて、サンキューって走り去って行ったって言ってたよ。それから何度家に行っても仕方されてるってさ。てかさ、500円くらいの梅干しなのに何度も家に来るとかうざいのよ。覚えてるじゃん。山田さん以外にも同じような被害に遭ってる人たくさんいるみたいだから、みんなで請求書まとめたんだよ。何それ、子供のおままごとみたい。あっそ、やっぱり反省するつもりないんだね。じゃあ旦那さんに送っておくよ。は？旦那？水木さんはうちの旦那なんか知らないくせに。ご近所さんに聞いていろいろ話つなげてもらったんだ。今北海道に単身赴任に行ってるんだよね旦那さん。めちゃくちゃ謝ってくれたよ。いやいや嘘だって、うちの旦那は私が好きなの。はい論破。いや、どこが論破なんだか。以前からお金に関してがめついし、身内でトラブルもあった。でもまさかママ友さんたちとトラブルになってるとは知らなかった。まとめてくれればすぐにお金も払うし、慰謝料も用意するってさ。え、嘘だよね。ゆかりさんにも渡すから、それを見てみれば。ここ最近のものだけでもすごい量になってるから、いつかやり返されるとは思ってなかったの？バカだね。やば、どうしよう。あ、どんずらした。あまりにもゆかりさんがしつこくクレクレしてくるものだから、周りのママさんたちに情報収集をしてみたんだ。そうしたらみんな結構被害に遭っていてね、それぞれ個別に動いていたらしく、協力し合うことにしたんだよ。請求書を作るママ、情報収集をするママ、旦那さんを探すママで、みんなで協力した結果、大量の請求書ができたし、旦那さんにも連絡することができたんだ。その後旦那さんがこちらに帰ってきて、私たちに謝罪、被害に遭った人のお金も戻り、少額の慰謝料と北海道のお菓子も届いたよ。ゆかりさんは一応謝ってくれたけど、あんまり反省してなさそうで。でも神様っていうのは見ているものなんだね。ねえ、水木さんって高級フルーツ食べ放題に5000円も出したんだよね。あれは仕事関係の人からもらった無料招待券なんだよな。何？いや、あんなのに5000円も出しちゃうなんてと思ってね。うちはね、高級フルーツの大量セットを5万円で買ったの。これなら家でいっぱい食べられるし、冷凍だってできる。こっちの方が頭がいいと思わない？5万円の高級フルーツセット、それってまさかだけど。駅裏で売ってたのよ。あ、でももう買えないわよ。私が買ったらすぐにいなくなっちゃったから。選ばれたお客様しか買えないって言ってたし、水木さんじゃ無理でしょ。マジか。何？嫉妬？それ詐欺だよ。は？詐欺？てか高級フルーツセットって何入ってるの？スイカ、メロン、イチゴ、カキ、キウイ、バナナ、グレープフルーツ、他いろいろ。それ切ってみた？何よ、うるさいわね。じゃあスイカ切っちゃうわ。何これ？え、なんでこんなに白いの？てかスッカスカで穴開いてるし。ああ、でもそういう高級ブランドなのね。な、何これ、まずい。味ないし、やだ、こっちは腐ってる。というかその高級フルーツとやら見た目はどう？傷ついてるでしょ。でもこれは世界中のセレブが買うフルーツだから、訳あり品でもすごく美味しいって。みんなで笑ってたんだよ。今時あんなのに騙される人いるのかって。それで警察にも通報済み。は？警察ってどういうこと？駅裏の商売やっちゃいけない場所に車止めてこそこそ商売してるんだよ。そんなの怪しいに決まってるでしょ。農家から盗んだ野菜や果物売ってる人もいるんだし。そんなのいるの？そういう泥棒は深刻な問題だよ。それにしても大体は安売りされているものだけど、セットを5万円で買うってどういうこと？私が見た時は値段出てなかったし。いや、話聞いてみたらなんかノリノリでセレブな奥様にぴったりって言うから。すげえ騙されまくってるじゃん。どうしよう、この5万円はやばいお金だったのに。ん？1ヶ月後、水木と千秋の LINE。 ママ、じいじと教室行ったよ、楽しい。囲碁教室すごい楽しかったんだね。よかったね千秋。うん、でもね、残念、まいちゃんいないから。まいちゃんってゆかりさんのお子さんか。まいちゃん前に泣いてたんだよ。まいちゃんのパパがお金を準備してくれたのに
それママが使っちゃったんだって。囲碁を買うお金も全部。まさかあの5万円って。そっか、残念だったね。でもね、舞ちゃん言ってたよ。ママはいなくなるけどパパと2人だし、今度はパパがお教室に連れて行ってくれるって。パパ、こっちでお仕事するんだって。そっか、千秋も一緒にお教室通うの楽しみだね。うん。その後、どうもあの詐欺に使ってしまった5万円は、元旦那さんが娘さんのために用意したお金だったみたい。囲碁教室の入会金とお月謝、それから家にも囲碁を買おうとしてて、当然旦那さんは激怒して、しばらくゆかりさんと口を聞かなくなったんだ。そりゃ気合い入れて囲碁のセットまで買おうとしていたのに台無しだよね。結局ゆかりさんはその状況に耐えられなくなり、自分から離婚を選択。慰謝料や養育費の分を計算し、財産分与もゼロの状態で実家へ。でも、またくれくれして、今度は家を追い出されたよ。今は何をしているのかわからないけど、面倒な人だったね。ついでにあの果物を売っていた人たちも逮捕されてすっきり。お子さんはうちの娘と一緒に囲碁教室に通い始め、旦那さんもまたこっちで働けるようになり、みんな平和になったから本当によかった。ちなみに私は囲碁がさっぱりわからないよ。うちの父と義父はどっちも囲碁ができるから、しょっちゅう遊びに来て、千秋の相手をしてくれるからありがたいね。ちなみに、今日は義父が来てるんだけど、義父の膝にちゃっかり入り込むにゃにゃ丸。さて、二人にお茶と和菓子でも出そうかな。平和だね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。